どうも、吉田茂です。今週はクイーンステークスの予想をしたいと思います。ポイントはですね、欧州血脈と器用さっていうところに落ち着くんじゃないかなと思います。まずですね、今週から函館が B コース代わりということで、まあ何が変わるのかなっていうのを過去5年間のデータで一応見てみます。こちら枠順の成績変化なんですね。グレーが A コース、緑が B コースということで、まあ全体としてはやはり内枠が B コースになって有利になるということが読み取れるかなと思います。緑の部分が1枠2枠で勝率がやはり伸びているように、まあこのだから1800から 2000m というこの距離、函館は特に内枠が有利ということを函館記念の動画でも紹介しましたが、まあその中においてまあ A コース後半になってくると若干外差しとかも効いてくるので、その内枠の利っていうのが少し減ってきますけど、でまあ B コース代わりで内枠の有利度がアップするということはおおむね言って良さそうなデータなんですね。ただですね、じゃあ先行馬も有利になるのかなっていうところを思っちゃうと思うんですけど、まあ決して先行有利にはならないというか、データ的にはあまり変わらないというか、客室面で A コース B コースでの差があまり出ないということで、まあもちろん逃げ先行が有利なコースではあるんですけど、そのことを B コースに変わったからといって A コース時よりも有利になるっていうことはまあないということで、まあシンプルに内枠を狙うということがまあ一番重要かなと思いますが、ただまあですね、それはまあ一般論としてその他のクラスのレースに使える情報かなと思うんですけど、今回のクイーンステークスところに限って言うと、まあ結構展開ですね、頭数は12頭と少ないわけなんですけど、まずローザンドワールというのはまあほぼノーチャンスの馬 で先行馬ということですよね。でまたマイエンフェルトっていうのもまあさすがに格落ち感があって、でも前走は前々で粘っていったと。またサトノセシルっていうのはこれはまあいい馬ですけど、前走も逃げ切って勝っている、まあ2勝クラスを勝っていると。まあシャムロックヒルは優勝勝ちましたけど、こちらも先行が売りということで、まあ、シャムロックヒルは格下馬ではありませんけど、その他3頭ですね、この格下の馬に先行タイプが集中しているということで、まあ、小頭数でもペースが流れそうというか、まあ、やはりここはまあ思い切った競馬というか、2勝クラスのみの馬なんかからすれば、この重賞っていうのはもう本当にワンチャン、構想できればいいかなっていうところなんで、大事に乗る必要は全くないっていう心理面を読み取ると、この小頭数でもですね、十分ペースが流れそうだなっていうところなんですね。まあ、これら4頭が先行したいっていうことも、そうですけど、まあ、やはりドナートラエンテとか、川田ジョッキー、なかなか北海道に乗ってきませんけど、そのあたりのプレッシャーなんかも含めると、まあ、やっぱりスローペースっていうのは考えにくくて、まあ、下手したら58秒台ぐらいもあるんじゃないかなと、まあ、そんなイメージで僕は思っていて、まあ特にこのサトノセシルっていうのは前走ですね、1000メートル前半59秒4で逃げ切っているということで、まあ王のジョッキーはですね、この馬が決してその、緩く逃げてはいい馬ではないっていうことは認識していると思うので、まあやっぱり、結構ペースは流れるかなと。逃げるのはローザノワールか、まあサトノセシルどちらかだと思うんですが、まあなのでそういった速いペースっていうことを前提にして考えると、まあ先行有利なコース、そして内枠有利なコースではありますが、まだ器用さとその欧州血脈をしっかり引いているということが大事かなと。まあ、やはり欧州血脈を引いているというのは、やはりその馬のそのしぶとさというところにつながると思うんですね。ざっくりといえばアメリカ血統の馬っていうのはこう速筋といいますか、一気に加速する力に長けていて、スタートからギュンと動ける。まあ、イメージ的に言うと中内で厩舎の馬っていうのはそういうタイプの馬が多いかなと思うんですけど、やはり欧州タイプの血統っていうのは前半ゆったりするんですけど、まあ止まらないというか、じわ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 と長くいい足を使えるっていうのが特徴なんですけど、やっぱりこの北海道シリーズ、特に函館っていうのは、まあ過去10年全体なんかを見てもやっぱり欧州血統の構想が非常に目立つと思うんですね、上級クラスにおいて。まあそのファルブラブだったりハービンジャーしかりですね、まあシンプルにやっぱりサドラーズウェルズの血統だったり、ヌレイエフ、そしてフェアリーキングとかエリシオとか、そういうですね、いかにも欧州的な血統を引いているっていうことが、やっぱりこのコースでは効いてくるんだなというところだと思うんですね。まあそういうところも後ろでスパイスとして効かせながら、また馬の実績なんかも考慮しながら、そして器用さも考慮しながらっていうことになると、この3頭に絞られるのかなと思っていて、
まずこのマジックキャッスル、シゲルピンクダイヤ、フェアリーポルカ、まあ、この生まれんボックスと、そしてワイド、マジックキャッスルとシゲルピンクダイヤという勝負をしたいと思うんですが、まあ、一応狙う理由2頭に絞りますと、マジックキャッスルはですね、まあ、この馬後方からの差し馬という競馬のスタイルは定着していますけど、まあ、決して不器用な馬ではなくて、映像をしっかり見るとやっぱり足さばきっていうのは小刻みで、非常にピッチ走法なわけなんですね。まあ、なので、周回賞なんかもそうですし、まあ、内回り戦で決してコーナーをロスなく立ち回ることができるっていうことで、後方からの差し馬イコール不器用な馬ということではなくて、まあ、ただただ前半にスピードをかけるよりかは後半にスピードをかける方がいいという、まあ、そういう特徴でしかないと思うので、マジックキャストの場合、競馬自体に器用さはあると思うんですね。まあ、例えばハープスターなんかもそんな馬だったのかなと思っていて、あの馬も札幌記念勝ちましたけど、非常に足さばきは、ピッチ走法でしたよね。後方から行く馬でしたけど、まあ、僕のマジックキャストのイメージはそんな感じかなと。まあ、これやはり品系のこのフェアリーキングっていうところも効いているのかな、においても、合う血統かなというところで、この馬を本命と。まあ、当然展開が流れそうなことも非常に重要なポイントですよね。まあ、相手のこのシゲルピンクダイヤ、ここが今回の馬券の最も重要なポイントなんですけど、まあ、まず血統面はダイヤメジャーで母方にこのハイシャパラルとシンダーという、まあ、コテコテのヨーロッパのその 2400m の G1 勝ち馬っていうのが入っているような血統で、まあ、もちろんお父さんがダイヤメジャーなので、その母系の欧州色っていうのは前面には出てこないんですけど、まあやはりですね、この馬はダイヤメジャーらしい馬ではなくて、ダイヤメジャーらしいっていうのは前々で先行して持続力を生かすっていうのが、これがダイヤメジャー3区の理想形なんですけど、まあ、この馬はそういう特徴は引き継いでいなくて、まあ最近ですと和田ジョッキー切れ味がないということで、割とポジションを取りに行くっていう競馬を心がけていると思うんですけど、まあ、実際この馬の気象面とか調教の足さばきなんかを見ても、前半から出していくってよりかはやっぱりゆったりと走ってラストに勝負を仕掛けるっていうのが多分合うと思うんですね。その3歳児クラシック戦線なんかではそういう競馬をしていたと思うんですが、ただですね、今回この8枠に入ったっていうことなので、まあ無理にポジションを取りに行かずにじっくり構えて競馬をできるっていう意味では、金層にはない良さが出てくるんじゃないかなというところで、この馬を相手にしたっていう次第なんですね。まあ、その決してこのマイラーでもないと思うんで、この1800、そしてこの洋芝っていうのは、血統面から見てもこの馬結構実はこの辺がベスト条件なんじゃないかなと思っていて、まあ、本当に、もどかしい競馬続いていますけど、まあ、ここはちょっと面白いところかなと思います。まあ、こんな感じで、クイーンステークスの予想を終わります。今ですね、オリンピックとかいろいろ楽しいことありますけど、やっぱりオリンピック誰がどんだけ勝っても僕たちのお金はなかなか儲からないわけなんで、まあ、なので、久々にちょっとこのお金が儲かるスポーツっていうのを週末皆さん一緒に楽しみましょう。では終わりたいと思います。